名古屋市立大杉小学校は名古屋市北区大杉3丁目にある公立小学校。大杉小学校が創立されたのは昭和初期の人口増加期にあたる。1935年、杉村尋常小学校と清水尋常小学校の各学区の活動を受け、大杉尋常小学校として設置された。戦時中は大杉国民学校と校名を変更していたが、 その当時に実施された集団疎開では437人が岐阜県不和郡宮城町及び軽井町の県省寺、新前寺、大寺寺、仙城寺、岩林寺、正幸寺、寺、玉泉寺などに分かれて生活することとなった。校舎は1945年4月7日の名古屋大空襲により全焼した。疎開児童の引き上げと同時に、 学校本部を下飯田国民学校に移すこととなった。その後、1946年6月には杉村国民学校において4年以下の児童の受け入れが行われた。新校舎がなったのは翌年の9月になってからであった。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は2018年9月1日、 現在、北区のうち、伊古町1から4丁目、大倉町、大杉町1から4丁目、大杉1丁目、大杉2丁目、大杉3丁目、佐げ町、市賀本通り、新明町、上東町1から4丁目、中杉町、長田町1丁目、水切れ町1から4丁目の全域及び、清水2丁目、清水5丁目、杉村1丁目、吉野2丁目の各一部を、 通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立八王子中学校となっている。ありがとうございます。